あ、すいません、あのそれ触らないでください。それあの売り物じゃないんで、ベラベラ触らないでください。まあ、フィギュア置いとく方が悪いっていうのもあるけどね。いやでもやっぱこれはさ、店長がはしゃいで置いたんだからさ、いや私たちもね、え悪い、えもう上がるわ、え上がるっすか、ほら早いですね、なんかあるんですか。お、この後あのクラス会、クラス会、呼ばれたんすね、いいじゃないですか。でも上げちゃってくださいよ。お、仕事終わりもうみんな急いで、あの行くから。そうかそうか、みんな社会人ですもんね。あ、そうかそうか、これあるんじゃないですか、懐かしのあの頃とロマンスみたいなパターン。お、いやそういうのなんかもうみんな友達みたいな感じだから。そうですか、私から一緒にいるから。そういう、じゃあすいません、お疲れ様です、あと任せてください。うっす、お疲れ、ういっす。だから、それもあの、売り物じゃないんで。実際やっぱめんどくさいわ、マジで。あ、そうか。いや、それ出世は嬉しいよ。係長っていう立場になって、なんか上もいるし、下もいるし、なんか責任だけ増えるし。そうなんだよ。そうなんだよな。ちょ、飲みすぎじゃない。いや、おっしゃる通りだよ。本当にめんどくさいんだよな。今俺もさ、エリアマネージャーやってるんだけどさ、もう、そのなんていうの、いろんなその働いてる人のさ、話聞いたりしてさ、上に言ってくれみたいな。それなんだよな、なんか板挟み。そうそう、で特にさ、アルバイトの人とかも、うわそう、それだるそうだな。アルバイトの人の方がさ、言ったことまた違う。おっ、おっ、おっ、中丸くん。中丸くんだよね。お、中丸くん、あ、久しぶり、久しぶり。おあ、お、懐かしい。ここいいから。ああ、いいよ、いいよ、もちろん。うわ、久しぶり。あれ、これ、天文部が揃ったんじゃない。ああ、本当だ。懐かしいね。でも1年で辞めたっしょ、中丸くん。そうだね。おい、よ、いたよ。あ、嘘、最後まで。え、だって来てなかったじゃん。ああ、そう、1年で行くのは辞めたけど。うん。あ、在籍はしてたの。あ、そうなん。してた、進路とかにもらった。あ、そういえばそうだったか。あ、そうか。あ、へえ、なるほどね。でもなんか中野くんも大山くんも元気そうで、うん、まあ元気っつってもさ、いやさっきもそんな話してたんだけどさ、まあ今日もみんな仕事終わりに来てるわけじゃん。いやそうだよ、いやちょっと実際やっぱしんどいわ、本当に。いや飲んでないとやってるんだよ、やってる。つってか実際マジでみんな老けたもんな。いや老けた、老けたマジで。中丸くんも結構来てるね。来てるね。いや全然年感じるわやっぱ。そんなみんな変わんなくない。いやでもこいつだって太ってるしさ。やめてくれよ。いや俺もちょっとだいぶ、まず肌ガサガサだよ。やばいよ、もうエミちゃんなんてもう太っちゃってね、あんな。まあどんなだったのにね。先生変わんないんだよ。先生こんなにゃー、ね、ちょっと白髪増えたぐらいだもん。そうか、懐かしいな、でもこうやって。いやーなー、あんま考えてかないんだけどな、仕事の話とかしたくなかったよ。でもやっぱそうなっちゃうよな。係長ね、そうだな、上の立場になれっていうのはな、本当に大体みんな役職持ち始めるもんな。まあね、この年になると。さっきクラスの人も喋ったけどさ、みんな大体そうだったよ。いやそうよな、なんか家の継いだとかもあったもんな。あったあった。先生なんてさ、もう今校長先生だったよ。あ、そう。仕事の話で盛り上がっちゃった。へえ。で姉妹とかも工場長になってたよ。あ、姉妹も。ああ、親父なんかついでみたいな。いや大変だよな。なんか責任だっか増えんだよな。そうだよな。中丸くんって今何やってんの。おお、今あのカードショップで働いてる。カードショップ、うん、ショップ、うん、カードショップ、うん、店舗で。お、そう店舗で。うわー、大変だ。大変そうだ、ね、そうだな、それは。そうだね、結構大変ではあるかな。店舗でもう店頭に立ってるんだ。そうだね、うん。あ、店頭に立ってるんだ。なるほどね。買い取りとか、そう、販売とか。うわぁ、なんかわかんないけど大変そうだもんな。大変そうだな。これもう仕入れとかもやって。仕事終わりでも来たし今。あ、そう、今日仕事終わり。そう、いやもうみんなと、まあ、みんなと一緒だよ。じゃあ下の子に任せてんだ。いやその子うちとか言うんだろう。下の、え、店長とかじゃないの。おい、いや、あ、違うんだ。違う。ああ、まあそのショップで社員やってみたいな感じかな。ああ、まあそうか。社員でもない。あ、社員じゃないんだ。
あ、でもあの、あ、ん？店舗で働いてるからすごいもう忙しくて、あ、まあ、まあそうだよ、あ、そういう本当に今日もずっと忙しくて、もうなんか仕事を辞めたいとかそう思ったりすることあるよ、忙しすぎて。あれ、なんかやってんだっけ、音楽とか俳優とか。おいおい、やってない。あ、でもそうか、でも結構いるよな、あのさ、あのな、なんか前の仕事辞めてみたいなだろ。およ、卒業しからずっと、あ、そう、カードショップで、で、バイトってこと。うん、あ、まあ、でもその店舗とかにもそのやってるし、まあその仕事を、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、どうしたちょっと待って、お前、うわどうした、あー、そっかそっか、仲間ってそうだろ。どうした。いやーさ、ごめん、思い出しちゃったさ。思い出した。いや、今ほら、あの俺エリアマネージャーやっててさ、いろんな店舗見てるんだけどさ、いやー、ごめん、中丸くんみたいなやついるわー。あー、飲み過ぎだよ、お前。いや、中丸くんみたいなやついるんだよ、うちのここにもさ。もうなんかその、だから僕よりもさ、歴が長くてさ、ずっとそのお店にはいるんだけどさ、だからそのお店のことは自分の方が詳しいみたいな感じでさ、バイトだからっていうのはまあ、あれだけどさ、意見してくるんだよな。これ中丸くんのこと言ってるわけだよ。いやでもそいつもさ、夢には、じゃあ夢とかあるんですかって言ったら、なんか別にバンドとかやってるわけでもないしさ、演劇とかやってるわけでもないしさ、じゃあ一日どうしてんだよ。中丸くんのことじゃない、でもな、普通に働いてはいるもんな。いや、もちろん、うん、そう、ちゃんと仕事としてやって。いやー、そう、そいつ、それ仕事って言うんだよな。ハマりすぎだよ。あ、ごめん、でも、実際大丈夫。何が？いや、俺らでさえ結構先行き不安だけど、ずっとバイトで大丈夫？ああ、いや、その好きなことだからね、別に。カード、ほら、昔からやってたじゃん。あ、そうだっけ。え、ほら、天文部でもほらカード持っててさ。でも、社員になれた方がいい。まあ、いいじゃない。いいけど、まあ、その自由にさ、こう、融通とかも聞くし。ごめん、なんか俺か、ちょっと俺外出るわ。いや、ごめん。そうだな、ごめんな、ちょっと酒飲んじゃってさ、はい、まあ、うん、まあ、中丸くん、まあ、うん、頑張って、うん、大丈夫、ちょっと不安だけど、まあ、まあ別に俺がどうこういうことじゃないもんな。うん、ごめん、なんかちょっと変な感じです、マジでごめん、マジごめん、うん、うん、ちょっと俺もちょっとタバコ吸ってくるわ。大丈夫だね。おはようございます。やっぱ回転作業が一番だね。てっ、ちょっと、中丸さん、昨日どうだったんですか？キスマークはない。じゃあ LINE 交換とか、どういうロマンスがあったんですか？教えてくださいよ。別にないけど。お前、でもそっか。なんだよ、店長とさ、中村さんのロマンス話、期待してたんですけどね。その会自体が、あんまだったわ。おい？なんかその、今の話ばっかしてて、なんか昔の話とか全然しないし、なんかみんな変わったなって。まあでもそもそもなんか話合わなかったし。へぇー。そうですか。まあな、なんかそんなあるんですね。まあでもそっか、やっぱそういうワンライトラブじゃないのか。ドラマと違えな。あ、そうだ、中村さん。この間の回転したら、エリマネ来るらしいっすよ。エリマネか。おい。ちょっと、裏の作業してくるわ。お、はい。すみません。まだ開けてないんで、すみません。なんです、まだ開けてないんですよ。いや、それで業者さんのために開けて。魔法カード発動、強制チャンネル登録。ライフポイント4000払い、チャンネル登録をさせる。
人差し殺しさ人差し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